もうこれを使えばダブル防衛でも1ランク2ランク上のレベルにいけると思うので、カムジャマスです。はじめしんちゃんです。ふみやです。ともかです。今日は岐阜県土岐市にやってきました。ありがとうございます。ありがとうございます。お帰り。いろんな練習メニューをこれからまた横の動画で紹介していきたいと思うんですが、いいですね。まず何やったらいいかな。やっぱ最近試合見てるとね、ダブコ多いですね。ダブコ多いね。もうなんかダブコ対ダブコの対決でめっちゃ多くないですか。めちゃくちゃ多い、うん、ダブコだとずっとラリーしてるじゃないですか、うん、確かに。で全然なんかもうラリーしてラリーしてラリーしてどっちかのミス待ちみたいな感じが多いんで、うん、あれ結構見てるときついよね。きついですね。どうするの。そう、だから最後なんか1個決め手がね、あったらいいかなって僕は思ってるんですけどね。なんか決め手となる展開の練習方法とかじゃない？あります。ある、ね、あります。あるんですね。あるんです。やっぱりね、子供たちはリスクを負いたくないからダブルコーやってる子が多いと思うんですよね、はい、だけど、それからそこを攻めていけるような、まあ、展開、試合で使えるような技術練習を、ね、3つ紹介していきたいと思います。これを使えばダブル防衛でも1ランク、2ランク上のレベルにいけると思うので、今日じゃそれを、ね、みんなで練習をやっていきましょう。はい。それでは今回はダブル防衛の点の取り方の練習をやっていきましょう。はい。レッツゴー。レッツゴー。攻撃はサヨナラ防御。最初はですね、2人とも後ろからいる状態でチャンスボール来た時にどちらかにツイストを打ちます。でツイストを打った時に待って、例えば僕が打つじゃないですか。でしんちゃんもう片方にいると思うんですけど、はい、見てるんじゃなくてツイストクリア打ったなと思ったら2人ともこう前に前に詰めるんですね。詰める、はい、でこの詰めるっていうのがまず1個すごく大切で、この詰めることによって相手にとってすごいプレッシャーになるんだよね。うん、前に出てきたって思うと、やっぱ前も前に出てきたってことは深く返さなきゃとか、もっと短く返さなきゃとかって思って相手にこうミスを誘うことができるんで、はい、打って終わりじゃなくて打って2人で前にプレッシャーをかけてあげるっていうところまでセットでね練習してほしいので、今からね実際にやってみるんですけど、ツイストを打って前に2人でプレッシャーをかけてチャンスボールが上がってきたらそれをまあボレーでね前に上がってきた方に弾くっていうね、ところまで1個の展開練習としてこれから練習していきたいと思います。それでは行きましょう。ゴー。この練習は必要な技術を分解すると、推奨するところとボレーするところに置けます。まずは、フルコートを使っちゃうともったいないので、まずは反面でやっていきます。特にツイストはネットが多く見られます。ツイストは決定打ではなくて有効打ですので、まずはネットにしないように転がってやっていきましょう。はい、レシーブからの攻めのパターンを練習します。後衛側のセカンドレシーブでそれをストレートに打って2人で前に出てボレーするパターンです。相手がバックで取ったら、さっきみたいにボレーを弾くんじゃなくて、そのバックで取った人側の前に落とす感じで練習します。それではやっていきます。レッツゴー。ここで補足なんですが、トモカが今レシーブで打たない僕は後ろに下がってます。で打ったらレシーブを打ったら僕が前に行ってプレッシャーをかける。でこの理由が、最初から前に行っちゃうと相手の
人たちがもう前にボレーするってことがバレてしまうので、まあ、そのためにも打ってから前に詰めてボレーをするっていう形で打たない方ですね、レシーブ。やってみましょう。わかんない。この練習ではレシーブを打って前に出てツイストボレーをするという設定になっています。この練習はよくこういうの子はボレーができないよという子が多いんですけど、ダブル後衛で勝つためにはこの後衛もボレーが必要になります。ですので積極的に練習してください。このツイストボレーは弾くのではなくてボールの下を触りに行くイメージでやってみてください。そうすると、うまくいくと思います。最後の、ね、3つ目になるんですけども、はい、今回も、まあ、前にプレッシャーを与えてっていうところが一緒なんですけど、はい、まあ、どういう展開からプレッシャーを与えるのかってところなんですけど、ラリーをしている中でチャンスボールちょっと攻めれるなってボールが来た時に打ち込むんじゃなくてカットストロークでピュンって打って、でそれが相手のバックになった時に前に詰めるってなりだと思います。これなぜかというとこうギュッていきなり球の球質が変わった時って相手もびっくりしてとりあえず返そうってなりますよね。そのとりあえず返そうってなったところを前に出てチャンスボールが上がってきたら、まあ、打てるんだったら打っちゃうし打てないなと思ったらさっきみたいにツイストのボレーをしてみたいな形でちょっと応用編になるんですけど、それをやっていきましょう。だからこれペアで分かっておかなきゃいけないのはカットストロークを打って相手のバックになったら2人とも前に行くよっていうのを共通理解しておくと、これラリー中でもね前とかって言わなくてもあカットストローク打ったじゃあ前行かなきゃってなるんで、そこはね、ただ事前に打ち合わせをしておくとよりスムーズかなというふうに思います。なるほど。それじゃあやっていきましょう。えい、レッツゴやっぱ展開練習大事ですね。大事だね。何も考えずにラリーするだけだと、もちろんそれで試合にはなるんだけど、一番目指したいってなると、やっぱちょっとラリーしてるだけだと厳しいところありますよね。相手の背景も意識して、味方の背景も意識する。そうだね。うん、これも結構大事ですよ。味方が何をやるかによって自分のね、ポジション、ボールを打たない方のね、うん、動きとかも変わってくると思うので、まあ、今回ね、フミヤがこう前にプレッシャーを与えるっていうことを言ってたと思うんですけども、そういった形でボールを持ってない方がどんだけプレッシャーをかけれるかっていうのもね、ダブル攻撃の戦略の一つだと思うので、ぜひ参考にしてみてください。リスクを負いたくないっていう気持ちがあると思うんですけど、しっかり攻めることが大事だと思います。途中でも言ったと思うんですけど、攻撃だからあのボレーができないというのではなくて、前衛攻撃関係なくボレーができるように練習をしていってください。大事。はい、はいはい、じゃあこの動画がいいと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。あ、いいね、新年一発じゃないですかこれですね。一発目、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。